うまっ。はい、今日は家飲みです。飲んでるお酒は沢の井絞りたて、おつまみは、サバの味噌煮です。そして椎茸なんかも焼いちゃおうかな。ここでもうちょっとよいしょよいしょ、ここで椎茸を炙って、うん、それともう一品、はい、もう一品は今ちょうど作ってるところ、ベーコンのね、白菜とベーコンの炒め物ですね、今作ってるところ。お、これそろそろいいじゃん、シュートが正しい、香りがしてきたね、椎茸の。すごいいい香りがしてきた、これ。うわ、やばい。これなんかもうやばいな。相当もう温まってんじゃね。ああ、サバ味噌。うわ、もう熱々だよ、ほら。うん。あっちがやばい。できた。できたほら、白菜とベーコンの炒め物、熱々だよこれ。おお、うまそう。うん、ほら、うまい。うん、あ、もう完成じゃん。熱くなりすぎちゃったかな。おわ、かなり熱いよこれ。ああ、いいね。ああ。これはサバの味噌煮。白菜、うわー、しずくが垂れる。おー、もううまそうだー。いいでしょ、感動庫はこういうふうにね、缶酒を作りながら缶詰を温めたり、お椎茸やぶこうね、炙ったりできるんだ。あー、もういいかな。こっちがちょっと、あ、もういいな。ああ、いい香り。あ、うめ。この椎茸ね、もうね、こうそう、乾き始めてるのね。で、ちょっと乾き気味の椎茸って味が凝縮されてうまいような気がするんですけど、どうですかね、皆さん。そう思いません？味濃いな、この椎茸。うめえ。最高。ああ。さて、テレビでも見よう。んじゃ、今日は、俺はもうゆっくり食うから。はい。